一番いいものを固定するのが麻雀なの。チーピンっていうのは他の人に危ないけど。次。あ、これもどっかでパッキューマン白2枚スルーして、スルーしたのはいいんだけど、スルーしたんならここで両ピン切んない方がいいよ。何切ればいいと思う？え？8巡目、つも三蔵。スルーしたってことはもう白は頭にしかならないから、はい、でもさ、両ピンがあることによって、はい、2-3、3-3になっちゃってるから、うん、両ピンを切って3ピンをあんこにするじゃダメなの？基本は両ピン切りで大正解なんだけれども、うん、この手は僕はチーピンを先に切っちゃうの。この世でウッパーピンだけが1枚も出てない素晴らしい街なの今、はい、場を見ると、はい、ウッパーピン以外はもうリーチしてもどうしようもない手なので、一番いいものを固定するのが麻雀なの。チーピンっていうのは他の人に危ないけど自分にとっては大して使えないのよ。なぜならチーピンが2枚になって頭になるパターンがゼロだから、白がないから、はい、チーピンを3枚にするしかないのよ。だからここで僕はチーピンを切ってチーマン引いたらリーチ打つし、両ピンとか数ピン持ってきたら白切ってリスクのない形で手を進めたいの。はー、チーピンがジャン刀になることってもう二度とないので、白が生きてたら両ピン、白が2枚とも死んでたらチーピンって覚えた方がいい。はい、頭にするかしないか、はい、ってことね。はいはい、次げトンヨンいいんじゃねえこれ。ま、よくポンテン取ってくれたよ。取ったっけ？取ったよ。ウーワンポンしたじゃん。怖すぎ。え？え？ウーワンポンしたやろ。あっ、した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 。うん。合ってるよ。マジで合ってるよ。合ってる。ナイスナイスポンでした。でも、はい。降りるんだよねなんか。はい、11巡目。そう3万出していいよ。怖ない？ウーワンポンしてるし、そんな怖くないよ。具体的に誰に怖い？スカピョ。もう悪い判断ではないね。でも最初にチュン切ってるから、染めではないかな、みたいな。はい。当時の真ん中切ってるし、何なんだろうと思ってて。そうなんだけど、やっぱ自分がテンパイしてるって、両面でテンパイしてたら、基本的にもうリーチ以外に降りないでほしい。リーチには降りてもいいけど、ダマテンを警戒するなってこと？ダマテンと泣きには警戒するなってこと。はい。で、警戒するのはドラポンとか、明らかに高い本一のなんかこう漫画が見えてる手とか、本一でも3900ぐらいだらどうでもいいよ。マジでどうでもいい。はい、打っちゃこんな3万なんか打っていいよ。当たったってどうでもいい。はい。ノーテンバップも高いから。はい。はい。まあまあ降りました。はい。はい、次。こっから村上プロの、もう、あ、終わらんの。だけど、自分の手がしょうもないから、で、あ、ここ、8巡目。8巡目は、ハツを切ってください。はい。普通にウーピンを引いたらピンフドラドラなんだから、赤ウースを持ってれば正義です。はい。この手は普通に上がりに行ってください。安牌を抱えない。なんか、カンをされてビビりすぎたなというか。カンされてリーチ来たら、9万切ったり、ウソを切ったり、チーズを切ったりして安牌はいくらでもあります。ビビんないでください。ビビらないよ。はい。え、なんか迷走しちゃったんすよね。ちなみに10巡目。中途半端に9万切らないで、ダマテンにはほんと警戒しなくていい。わかります。リーチ来るから、張ったら。はい。だって役ないんだから、E1 の缶なんて。はい。はい。警戒しません。もう見ない、はい、もう見たらダメだ。どう、見たしょうがねえんだから、これ。手配来てんだから、もう上がりに行っていいからバンバン。上がりに行ってくださいよ、もう。はい。はい、次。はい。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。